助け、待て。けー、しつけーな。ラチがかねえ、一旦船まで戻るぞ。待ってください。このままだとここに来たカタリナが帝国の人と鉢合わせしちゃいます。だがここで持久戦をするわけにもいかねえぞ。どうする、グラン。ここは引こう。カタリナさんならこの状況を透明に見た時点でむやみに飛び出したりしないだろうし。グラン、でも。それに何より、カタリナさんがこの場にいたらルニアの安全を最優先にすると思う。私もその意見に賛成。とにかく今はこの場を離れましょう。道を塞がれる前に。カタリナ、大丈夫かな。よし、ここまで来りゃもう心配ねえ。このまま外に出てグランサイファーをすぐに動かす。一旦アルビオンを離れて。よかった、カタリナも無事だったんだ。無事？何の話だ。カタリナ、待って、ルリア、何か様子がおかしい。とにかく一旦アルビオンを離れないと。ほら、カタリナも早く。嫌になれなれしいな。子供相手ならほだされるとでも思ったか。時間稼ぎの子供を使ってまで逃げようとするとは、本当に秘密。この場で全員捕獲させてもらう。もはや逃げられると思うな。おいおいおい、それ一体どういうつもりだ。こうもこうもない。秘密の少女ルリアはここで返してもらう。カタリナ、どうしたの？どうして突然こんな。カタリナさん！問答は無用、覚悟しろ。がないか。よっしゃ！
これでどうだ。クエストクリア。あ、危なかったか。やはり手強いな。カタリナ、話を聞いて。一体何があったの？私は帝国の騎士だ。今ここで剣を振るう理由はそれで十分だろう。そんな。帝国の騎士。やっぱりカタリナさんたちはエルステ帝国で間違いない。でも滅んだはずの帝国が今になって一体どうして。カタリナ注意、ご報告します。本体の方から連絡が。うん、何？そうか。分かった。私たちもすぐに向かう。はっ。ブラン、今だけは貴様に機密の少女を預ける。しかし、必ず返してもらうぞ。我が騎士道に誓ってな。カタリナさん。カタリナ、待って。教えて。なんで今まで一緒に旅をしてきたのに。カタリナ、あれは。何か僕たちに伝えようとしているのか。今のはカタリナが契約を結んだ聖少女だよな。聖少女アレス、あの子は助けを求めてました。もしかしたらカタリナに何があったのか知ってるのかも。グランさん、皆さんもご無事で何よりです。よろずやさん、アルビオンに来てたんですね。帝国の兵隊さんがいて、シェロちゃんにも何が何やら。よろず屋さんでも何が起きてるかわかんないんだ。そうですね。ただいくつかの紹介から妙なお話を聞いてまして、何やら空域中の島で突発的に異常事態が多発して混乱が起きているのだとか。よっ、ヨロジアさん、アマルティアだ。今度はアマルティア島だってよ。どうなさいました？そんなに慌てて。帝国の次の狙いは秩序の気空団の本拠地アマルティアみたいなんだ。帝国の奴らみんなアマルティアに集結してるらしい。ってことは姉さんも。うん、多分さっきの様子からするとアマルティア島に向かったんだ。グラン、私…分かってる。とにかくこのままじゃいられない。今はカタリナさんを追おう。それに空域中で何かが起きてるみたいだし。おう、そうだな。行こうぜ、もう一度カタリナに会いに。はい、アマルティア島へ急ぎましょう。これでバッチリだな。
アマルティアに帝国軍が集まってるとは聞いてたが、囲み込んで奴らの退路を断て。島から出られなくすれば袋のネズミだ。これだけの数全部相手にしてたらキリがない。私たちはカタリナに会いたくて、どこにいるか知りませんか？カタリナ注意の貴様、何が目的だ？目的なんて、とりあえずここにカタリナがいるのは間違いなさそうだな。今はとにかく進もう。カタリナさんに会って話をしないと。
カタリナ中尉、ご報告が。機密の少女とその気空団がアマルティアに姿を現しました。何？まさか私たちを追ってきたのか。わかりません。ただ機密の少女は注意に会いに来たと口走っていたとか。わかった、私が出よう。準備をしてくれ。はっ。奴ら何を考えている。左右から展開しろ。数で押せば我々にも勝機はある。ここで固まってりゃ一網打尽にされちまうな。グラン、ルリアを連れてここから抜け出せるか。それぐらいなら。でもこっちは任せて。ばらけた方が相手しやすいし、こんな連中に負けたりなんてしないんだから。そういうこった。お前らだけでもカタリナに会いに行ってこい。はい、わかりました。でも危なくなったら引いてください。わかってるって。行くぞ。これから離れんなよ、ガキンチョ。だから子供扱いしないでってば。僕たちも行こう。カタリナさんに何が起きているのか確かめるんだ。ルリア、大丈夫？少し休もうか。いえ、早くカタリナに。報告を聞いた時はまさかと思ったんだがな。本当に私たちを追ってくるとは。一体何が目的だ？カタリナ、お願い、話を聞いて。君からの話ならば艦の中で聞かせてもらおう。結局ルリアを渡せってのかよ。最初からそう言っているはずだ。そして
そちらが引き下がるつもりがないことも重々承知している。剣に訴えるのは不本意だが、力ずくでもブリアを返してもらうぞ。カタリナさん、一体どうしてなんだ。せんぞ。どこだ。ついて。どこだ。これで。これで。ああ、ここは通さない。いける。ここだ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 。これで。抵抗する隙にはさせ。ここだ。ここだ。ここだ。まずったか。ここだ。隙だらけだ。ここだ。相手になってもちょっと。ここだ。これで。ここだ。フィニッシュ。またやったー。やった。どうして、どうしてこんなことに。何かの間違いだと言ってください、カタリナさん。さあルリアを渡してもらおう。カタリナ、どうして今になって帝国に味方するだなんて。そうだぜ、オイラたちは空の果てを目指して旅をするんじゃなかったのかよ。応じないのならば剣を構えろ、グラン。カタリナさん、教えてください。一体何があったんですか。語るようなことは何もない。ましてやルリアを渡す気がないというのならなおさらだ。だって私たちは一緒に旅をしてたのに。どうして。そうだぜ、ルリアを守るために帝国から逃げてきて、オイラたちと出会って一緒に旅に出て、それなのにいきなり帝国に戻るなんて納得できるわけね。くどい、言ったはずだ。
語ることはないと思う。互いに譲る気がないのなら、あとはもはや剣を交えるのみ。聖少女アレスよ、今一度視界の剣をここに。カタリナさん、本気なのか。グラン、貴様を相手にもはや手加減は不要だろう。ルリアを渡さないというのは我が剣にて解き伏せる。さあ覚悟してもらうぞ。まだいけそうだ。